填土、大兴土木、建设新的社区。日本宫城县名取市311灾难后的重建，六年多来一直都没中断过。全部復興住宅、新しい。そうです。集団移転をして、危ないところじゃなくて。慈济志工阔别多年，再度来到名取市，因为当地乡亲为他们办了一场感恩会。本当に一件ずつですね、メッセージと温かいメッセージと、そしてまた義援金を持って回っていただいたということは、私の方からも大変ありがたく改めて感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。本当に途方に暮れた中でね、やっぱ現金をいただいたということのありがたさね。それがやっぱり思い出して、ああいうふうになってたんですね。六年前的10月23日，慈济志工在名取市发放建物金，佐藤女士至今都还保留着那份温暖。この封筒今だに大事に持ってるんですけど、これ寂しくくじけそうになった時ね、これ見るんですよ。ああ、大丈夫だ、勇気があれば、気力があれば。とかってね、こういうとこね。这份感恩延续到了现在，他知道志工们如素，因此特地用心制作了精进料理。やっぱり幸せになってほしい。先祖にありがとうっていう意味もあるんですよ。よくね、お彼岸とかお盆にお仏さんにあげるんですね。除了食物款待，还有200个手工制作的布娃娃赠予志工，表达感谢之情。で台湾の人にお世話になった台湾の人にお礼がしたいという話の中で作りの人形サルボボを作ったと。でそれをぜひ台湾の人に届けたいというそういう話を伺って。回馈乡亲的热情，慈济志工也以小蚂蚁玩偶和竹筒回赠，希望点滴的爱汇聚成一股巨大的善能量，帮助更多需要的地方。大爱新闻，这是美志工许立香、朱嘉丽，日本报道。